孔通る検安13年8月29日、水野恵姉は、中国語喚末期の政治家、受学者。字は、文居。孔子二十世の孫にあたる。孔子と同じく、青州路国局府県の出身である。父は孔中。兄は、孔宝。この名は、不詳。娘は、羊の妻。三国史には、彼の個人の伝記はなく、義子祭園伝が引く芝表の、 俗官所に記されている。また、五官所公有殿に彼個人の伝記がある。若年期より英明の誉れ高く、学問好きで白識、あらゆる書物を読みあさった。十歳余りの時、当時非常に名声の高かったように面会しようとした。利用は、当代の優れた人物か、先祖代々からの交際のある家柄の人間としか合わなかった。 そこで、こういうは門番に、私の先祖は、李君の先祖と親しかった間柄ですと伝え、通されて、利用に面会すると、お客人のご先祖様は、いつ私の先祖と付き合ったのですかなと聞かれた。こういうは、私の先祖の孔子は、あなたの先祖の、李老君と徳を、同じくし、私友の間柄でしたと答えたので、利用は感心した。こうして面会することができたが、 同席していたチンという交換に、子供の時に頭が良くても、大人になってから頭が良いとは限らないと言われた。しかし、こういうは、平然として、ではあなたは、子供の時はとても頭が良かったのですね、と言い返した。リオは大笑いして、成長されたら、きっと立派な人物となられるでしょうとこういうを評価した。13歳の時に父を亡くすと、悲しみによりやつれ、道を越えた。 精人のために痩せ細り、人に支えられていないと立てないほどになった。人々はその更新に感じ入ったという。ある時、山陽軍の長剣は中条寺のコーランの恨みを買い、匿名の告発文により逮捕されそうになった。長剣は、公友の兄の穴法と旧知の間柄であったため、広方を頼って逃げ込んだ。しかしあいにく、広方は留守であった。公友だけいたが、 その時まだ16歳であったため、長賢はあなどって事情を話さなかった。こういうは困りきった、長賢の様子を見て、兄は出かけていますが、私でもお相手ができないわけではありませんと言って、引き止めた。その後、ことが露呈したため、密かに役人が逮捕しに来た。長賢が脱出したため、役人はこういうと広報を捉えたが、誰が共謀者かわかりかねていた。 こういうは、とが人を受け入れかくまったのは、私なので、罪に問われるのは私です、と言い、広報も、彼は私を頼ってきたのであり、丁寧に罪はなく、罰するなら私を罰してください、と言った。困った役人が二人の母に問うと、家のことは年長の私に責任があるので、どうか、私を、お咎めください、と言った。一門が会事分こそ死罪になりたいと言い張るので、地方の役所は困り、 朝廷に伺いを立てた。後に証書が下り、ついに兄の穴方が死刑になった。この件によって、こういうの名は有名になった。その後は朝廷に仕えた。一時筆則するが、五冠の再婚乱期に北海国の僧となり、六年間これを務め、劉備に上へア表され、青州志士として、黄金の乱で荒れ果てた三島地域を支えた。王おさむらを推挙し、 また、儒学の恐怖に努め、大学者の提言に対し子孫の取るべき例を取り、彼のために里を設けて、抵抗教と命名した。これらのことは前日の五官書、公有伝のほか、義師再演伝が引く芝表の俗刊書に記載されている。しかし同じ芝表の手による九州春秋では、政務は形式的で現実味に欠けるところがあり、訪問をうまく張り巡らしたが、 実行力に欠けた、風変わりなものを好み、低言のよう長くのある人物は、表向き礼遇したが、共に国事を議論することはなかったなどと、両極端な評価を受けている。助手志士の当権がなくなると、その委託に沿い、公認を引き受けるよう劉備を説得した。近隣で、袁紹が急速に勢力を拡大すると、袁紹の調子炎端に攻められ、元に逃亡した。 その後も朝廷に仕え、小作大匠、小婦、太市中大部を歴任した。長儀の質疑応答では、いつも中心になって発言したという。孔子の子孫という立場、さらには、類いまれなる文才で、文人サロンの中心的存在となった。後に、懸案の七子の一人に挙げられている。直言孤児な公有は、時の権力者であった曹操と、ことあるごとに対立していた。 公有は曹操の姿勢の中で納得いかないことがあると前例に例えて厳しくなじった。要票の処刑を監視した時のような正論も中にはあったが当てつけがましいヘリクツが多く、曹操は日頃から公有を嫌悪していた。曹操が南方への遠征を目前に控えた県案十三年、孫健の使者に曹操を誹謗中傷する発言をしたという罪で逮捕され、 歳子ともども処刑された。年五十六。このために、公勇の子孫は途絶えた。成人、公子の子孫を殺害したことは、後々まで曹操が非難される理由の一つとなった。公勇と親しくしていた油柊が、その処刑を聞き、駆けつけて、カバネオナで、文居伝は私を見捨てて、先に死んでしまった。私も生きていて何としようと言った。これを聞いた曹操は激怒して、 油、臭を捉えたが、後に、謝礼によって釈放した。その後、曹秘は深く公有の私文を好み、いつも短足して、ようう、半個にも劣らぬと言った。天下にやもめって、公有の文章を届け出るものがあれば、その都度大門や絹を褒美にやった。公有は、詩、章、秘文、議論文、六個都市、対策文、上層、劇文、橋梁など、 すべて二十五編を表した。また、論には、昔、寛大部のテーマさは、山にもうあれば、はじむこれがために取られずと言った。されば、僧の穴父が顔色を引き締めれば、君を死いしようなどといった暴略は、入り込む隙がなかった。安永が、朝廷に立てば、電子が、聖国を盗む野望も断念せざるを得なかった。同様に、 穴文教の高潔な志と一本気な振る舞いは、人々の正義感を奮い立たせ、共有の野心を阻害するだけの力があった。そのため曹操も生きているうちに、漢の天下を奪うことはできず、息子の代で初めて男に変わることができたのである。そもそもまっすぐな気象の人は、当たって砕けるのが本望。ただ丸く収まるよう腰をかがめて生きることはできない、ものである。穴文居こそは、 純粋な白玉のごとく、春烈なこと周相のごとき人だと言えようと、記されている。五勘書に、こう伝うが立っている他に、三国史にも彼についての記述がある。なお、三国史には、こうう以外の孔子の子孫としては、義の大功労公炉、こう収む、その子、こ馬誠と、同じく、義に仕えた、曹清孝高校仙羅の名が記されており、歴史書に参見される。 風変わりな人物を好み、自身も後に流行する政談につながるような奇抜な発言が多かった。同じ直言孤児として、名声のあったデーを高く評価し、彼との議論の中で、こと、親は、水と水がのようなもので、生まれる前において、仮にその中に入っているに過ぎないと主張し、また飢饉にあった時、父親がくだらない人間なら、他の人物を助けて、生かせというような、 当時の儒教の主流的考えから外れた意見も述べている。五感書には、こういうは、人の善行を聞けば我がことのように喜び、人の意見に取るべき点があれば必ず不縁して完成させる。面と向かって相手の短所を指摘するが、影ではその長所を称賛する。賢治を推薦し、多くの者のを出世させた。良い人を知っていて進めずにいることを、 自分の過ちのように思っているとある。小説、三国支援儀にも登場し、聖書と同様、ことあるごとに、曹操を厳しく批判している。孔勇には二人の子がいた。孔勇が処刑された時、九歳の男子と七歳の女子が、幼年のゆえに、ぼしされ、竹に預けられていた。二人の子供が語を打っている最中に、父が逮捕されたが、二人ともびくともしなかった。 左右のものがお父様が縛られたというのに、どうして平気でいるのかねと聞いたところ、巣が壊されて、卵だけ割れずに残ることがあるものかと答えた。また、預けられた家の主人が肉のスープをくれた。兄がガツガツとそれを飲んだのを見て、妹は、今度の災難、私たちも長くは生きられないのに、よくも、のんきに肉の味がわかるわねと言った。それを聞いた兄はわっと泣き出して、 飲むのをやめたという。これを人伝いに聞いた曹操は、とうとう二人を殺した。取り手が来た時、妹は兄に、もし死んでもものがわかるなら、父様、母様に会えるわね。嬉しいじゃないと言った。これは自分から首を差し伸べて切られた。それを見て、痛ましがらぬ者はいなかったという。ありがとうございます。